妖怪専門チャンネルです。今回はですね、7月25日土曜日発売、妖怪ワインメダル第6弾オーバードライブ、こちら開封していきたいと思います。いつもだったら結構爆買いするんですけど、なんか近所のトイザラス、そして上司に回ったんですけど、なんか在庫が全然なくて1箱しか買えなかったんですよね。1箱10パック入りです。10パックの中に今回狙っているメダルが入っているのか。今回のパッケージこちらですね。ババン、めちゃくちゃカラフル、赤色と青色ですね。そして一番の狙い目はやっぱりこちらじゃないでしょうか。ディープシャドウギャラクシー、アニメの29話に初登場したんですよね。ミストシャドウがオーバードライブということで、なんか覚醒って言うんでしょうか、進化してこの姿になりよるんですよね。めっちゃかっこいい、襟もあるんかな、ロボットっぽい感じもあるんだけど、ヒーローなんだよな。デラックスメダルが2種類ということで、イケメンの千秋くんもラインナップ。そしてですね、さらに今回やばいのが、ハグレがどうも2種類あるんですよね。一つがディープシャドウギャラクシーの変身メダルのハグレ、そしてもう一つがですね、まさかのコマくんとコマカーちゃんということで、コマカーちゃんがまさかの人に転生しとるんですよね。嘘みたいな。ただ最初メダル見た時にシークレットちゃうんかなと思ったんやけど、どうもそのバッテンママギラスのメダルのハグレということだよね。背景が全く同じバッテンママギラス、これはどういうことかというと、おそらくコマカーちゃんが暴走してバッテンママギラスが出てくるんちゃうんかな、思とんやけどね。全部で21種を狙うはアルティメットレア、そしてハグレかな。ではですね、貴重な10パック開封していきましょう。なんかディープシャドウギャラクシーのメダルはエイリアンウォッチに対応してるみたいで、もし出たらこれとね連動して遊んでみようかなと思いますけども、さらに妖怪ウォッチ4プラプラともちゃんと連動しますと。なんかさ、妖怪学園 Y のゲームが発売されるんですけど、それと連動するとどうもポイントがゲットできるっぽいんだよね、妖怪 Y メダルに関しては。では最初の1パック目いってみましょう。果たして一体何が来るのか、ハグレ来るか、アルティメットレア来るのか、いってみましょう。せーの、ズン。こちらは星1ノーマルですね。地味なディーム。この可愛らしい音量はもともとなんかサーカスで働いてた女性ですよね。で、サーカス中に悲劇の死ということで亡くなってしまったわけよね。だからさ、これ背景がルーレットになって的になってるのかな。ほんでナイフを持っているっていう、なんかイカっぽい。なんかこう、軟体動物みたいな、ね、感じなんだけどね。アニメで言うと、ヒカキンさんならぬ横金が出た時の範囲のやつだよね。2パック目、いきまっしょい。ハグレ欲しいな。コマカーちゃんのメダル欲しいな。2パック目、ブーン。はい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 。こちらがですね、変身メダル、ディープシャドウギャラクシーですね。かっこやな。ミストシャドウ同様、左手にエイリアンウォッチをつけておるわけね。車で言うてみたらさ、オーバードライブってなんかその、エンジンがさらにこう回転するみたいな、回転数上がるみたいな。加速するみたいな感じかな。カラーリング的にはベース黒で、で、黄緑色。ラント君は基本こう黄緑カラーなんだよね。で、シルバーとか水色も入ってんだな。かっちょいー。これでさ、やっぱりそのミストシャドウがオーバードライブするきっかけになったのが、クーカーちゃん。つまり、クマコちゃんやったんよね。3パック目いきましょう。ええ感じ、ええ感じ。アルティメットリアも欲しいけども。前で3パック目、ブーン。こちらがミステリアルメダルですね。学園マフィアの暗躍中ということで、ノーズがボスなわけよね。そしてヘビヤマ千秋くん、こうやって見るとやっぱりちっちゃいよね。ノーズがでかいんかな。いや、千秋くんが結構ちっこいんだよな。で、これ学園マフィア根城としてるのが体育倉庫ってことで、バスケットボールとか。で、後ろには学園マフィアのメンバーがおるんやね。ヘビが結構モチーフになっとんだよね。ここにもヘビおりますけども。してきまーす。ちなみに、今回のが妖怪ワイメダルの6弾なわけですけど、来週8月1日にゲームと超連動するメダルもね、発売されるんですよ。すごい。毎週ワイメダル発売すごいですね。8月13日にね、ゲームが発売されるんでね、妖怪学園ワイのやつね。行きましょう。これで4パックで。行きまーす。ズーン。これがですね、次のアニメに出てくる、ザ・ホーム。星2なんでレアですわ。これはだから、家が音量になってるわけですよね。夏休みにキュービーくんがお家に帰るんやけど、そのお家が暴走してまうということかな。これが目で、これが口、この辺が口なんかな。これで半分の5パック目。まだハグレ、アルティメットレアは出ておりません。いいの来るかな？せーの、あ、色から見ていきましょうか。何色のメダルなのか。何色か。はいはいはい、結構ええ感じだ。結構ええ感じちゃう。これもしかして、もしかしてアルティメットリアかな。ゾーン。こ
これはアイテムメダルか、ゴリラガーター星さん。アニメの29話で、まあ、ゴリラが出てくるんだけど、そのゴリラの音量を倒すと、ゲットできたメダルですよね。だから今後もしかしたら、ディープシャドウギャラクシーが、このゴリラになるのかな、みたいな。このアイテムを使ってさらにこう進化する、パワーアップする可能性もあるし、これが銃みたいなアイテムになる可能性もあるわな。ゴリラガーターじゃなくて、ゴリラガーダー。ガーダーとは一体何なのか。6パック目いきましょい。今のところ被りなし。最近のアイメドルって全然そのボックスと対応してもさ、被らないよね。それいいよね。21種類もあるからね。何色なのか見てみましょう。何色のメダルなのか。これはミステリアルメダル。クルホシナユちゃんかにゃ。これは副委員長か、風紀の副委員長の福田千代ちゃんやね。エイリアン副委員長ってことで、千代ちゃんにエイリアンが憑依しよるんだよね。で、そのエイリアンを吸い出したのが七雲空花ちゃんいうことですわ。これが風紀タワーですよね。風紀委員がおるところ。いきます。これで7パック目。そろそろレアなやつ来るかな。アルティメットレアまだ1枚も出てきてないぞ。せーの、ドン。こちら星1ノーマルで、目立つこと好き。これよく見たらですね、このお腹のところに横筋さんがあるんだよね。これは音量に乗っ取られてしまったみたいな感じかな。目立つこと好き、昔はさっきの地味なディーヌ同様サーカスしとったよね。で、サーカス中に死んでしまったということだよね。目立つことが大好き。まあ、もともとお客さんを喜ばせたいということから、まあ、目立つことが好きになったんかなと思うわけだけど。残り3パック、はぐれててきてほしいの。千秋くんのメダルも欲しいぞ。あの、ブルームーンのメダルもね、あるわけなんですけど。これで8パック目。せーの、ゾン。これはナインテールのコマンドメダルですね。革命のフルーレ。フルーレって何やろうね。渦巻きブワーなってますけど。これよく見ると、ナインテールが、こう、剣で攻撃してんだな。その爆風で、こう、渦巻きになってるのかもしれないな。背景はおそらく体育館かな。それともお城っぽいところだな。ラストにパック、アルティメットレア欲しいけどな。どうなんやろな。9パック目。何色のメダルなのか見ていきましょう。カラフルなやつやったらええんやけどな。どうかな、どうかな、どうかな。何色、何色、あ、透明ということは、デラックスメダルのどっちかだよね。これは千秋くんなのか、それともラントくんなのか。行きましょう。ズボン。あ、ちゃうわ。これがはぐれのやつっすわ。これ全面クリアになってますけども。コマカーちゃん&コマ、すげえ。これゆっくり見てみましょうか。コマカーちゃんがワンピース着てんだよね。水玉というか、黄色のワンピース着てて、紫色の靴。なんか、いかにもアメリカのお母さんみたいな、ママみたいな感じじゃない。で、持ってんのがショートケーキにジュースなんでね。で、コマくんが、やったーみたいな、ケーキ大好きずらーみたいな感じで喜んでんだよね。で、後ろ背景がキッチンなわけよ。で、これがなんか口みたいになってて、これなんかこうイチゴの目みたいになってるわけよね。これどういうことなのか、後ろで音量が見ているのか、コマカーちゃんが暴走してバッテンママギラスになってるということなのか。てかコマくんってその Y 学園の寮に住んでんだけど、お家に帰ったということなんやろかな。謎やな。コマカーちゃんさ、もともとなんか肉まんみたいな形しとったんやけど、転生して、人に転生してもぽっちゃりしているっていうことなのかな。人に転生したらこんな感じに。なんかほっぺたのところ渦巻きになってんだね。で、目がなんか紫色っていうね。あとで YSP ウォッチでちょっと音声も聞いてみたいよな。ラスト行きましょう。10パック目。最後、アルティメットレアのメダル欲しいな。どうかな。メダルの色見てみましょう。何色なのか。ズズ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 、ゴゴ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 。ミステリアルメダル。これは、なゆちゃんかな？あ、ちゃうわ。これはゴリラのやつだな。漆黒の襲撃者ということで、ゴリラがやってくるんですね。アニメの29話で。で、空花ちゃんを押そうとするわけですけれども。周りになんかキノコがあるんやけど、これはおそらく、ジンペイくんとかがそのキャンプで美味しいキノコを探しに行った時にゴリラ出てきたからかな。ということで、10パック開封しと結果はこちら、星1が2枚、星2が1枚。で、星3が多いね、5枚。で、星4が2枚という経過でした。星5が1枚も出ずか、マジか。まあ、ただね、こちらのハグレゲットできたのはかなり激アツ。どんな音声なのかチェックしてみましょう。コマカーちゃん&コマ。
冠メダルっていうことだな。コマカーちゃんとコマくん召喚ってことかな。そしてディープシャドウギャラクシー、これは変身の召喚ソングが聴けるはず。 Why?大気音キュピピピピン、深淵に沈むがいい、かっこいい。最後ラントくんがなんか言うとったよね、深淵に沈むがいい、いや決め台詞かっちょぴー。あ、変身の召喚ソングもかっこいいな。エイリアンウォッチにも対応してるっぽいんで、ちょっとやってみましょうか。久しぶりエイリアンウォッチ、どんな音声が聞けるのか言ってみましょう。え、あれ、なんかお、え、なんか言うはずよね。そう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 、エイリアン、これでこうかな。ディープシャドウ言うとってね、かっこいいな、オーバードライ。はーい、ということで今回はここまでです。最後までご視聴ありがとうございました。ぜひ高評価とチャンネル登録もよろしく。